よっしゃ、動物の森をやっていくとしますか。ちょっと今日はね、いろいろやることがあるので、何をやっていこうやることが多すぎてさ、何からやっていこうという感じなんですけど、とりあえずね、ちょっとエモートが欲しいので。エモートってフォートナイトかよってなわけでね、このエモートをね、ここでもらえるらしいので、で、クローズか今さ、昼なんだけど、何、もしかしてクラブだからさ、夜しか空いてないとか、そういうノリですかね、これ。マジ？なんかさ、こないだ通信した時にみんなエモート使ってたからさ、俺もエモートの欲しいなと思って、エモートのところ開けたんだけど、何もなかったんだが。そう。で、まあなんかね、師匠を勧めるとエモートがもらえるらしいんですよね。ウィス・シズエさん、久しぶりじゃん。こないだはよくも俺一人に募金させてくれたな。おかげで財布の中がすっからかんだぜ。てなわけでちょっと公共事業をね、進めていきたいところなんやけど、なんか左下見るとさ、 AM6 時56分で書いてあるよね。なるほど、なんかあれか、朝早すぎてまだクラブが開いてないっていう感じなんかな。まあわからないけど、まあとりあえずね、まあ、静江さんは早起きなんで今起きてるので、ちょ、公共事業をね、進めていきたいと思います。何、今日は村長にお仕事のお願いがあります。ふざけんなやふざけんな。あー、そうか、カフェかだよね。そう、なんだかんだでね、結局全額払ったからなめっちゃ高かったんだけど、おかげでね、お財布の中がすっからかんですよ。まあまあ、あれからね、いろいろあって資金の調達には成功したので、まあ、村をね、発展させていきたいと思います。そう、まずはね、村の発展かな。まあ今まで公共事業をあまりすることができなかったので、まあ、今日からは公共事業を中心に進めて、あとはマリンスーツですね。マリンスーツまだゲットしていないので、マリンスーツをゲットしていきたいと思います。よしよし、こないだ言ってたリセット監視センター作るか。これってさ、作るとリセットさんが定期的に出てくる代わりに、雨の日の翌日でしたっけ、雨の日の翌日の夜になるとリセット監視センターに入ることができるみたいなんで、今度ね、リセット監視センターに潜入した動画も後日撮っていきたいと思います。で、まあ話が変わるんですけど、任天堂スイッチ版の動物の森は果たしてどうなったんですかあれさ、一向に情報出ないよな。なんか噂によると延期になったとか延期になってないとか、そういう話を聞いたんですけど、あれは一体どこまで本当なんだろうね。まあおそらくね、今のところ予想であって憶測でしかないと思ってるんですけど。よし、リセット監視センターこの辺りでいいかな。まあこんぐらいでいいでしょうね。まあ家も近いので、で、まあリセット監視センターがすぐ開いていても分かっちゃうので、ここら辺にしときましょうか。あー、だけどどうしよう、これ木が邪魔だな。さくらんぼの木が邪魔ですね。あー、邪魔だな。まあいっか、位置的にはちょうどいいので、まあ、ここにリセット監視センターを作って、で、まああとで木を切ればいいかな。どうしよう、迷うな。そうするか、うん、そうしましょう。 OK、 じゃあここに作りましょうか。ハニワくんかわいい、バタバタしてるめっちゃかわいくないか、ハニワ。俺さ、動物の森のキャラの中でハニワはトップ3に入るぐらい好きなんだけどはい、まあそういったところでね、続きをやっていきたいところなんですけど、なんかね、任天堂スイッチ版の動物の森がまあそろそろ出るよっていう話が、まあちょこちょこね、そこら辺の実況者とか、またネットとかでね、出回ってたんですけど、まあね、今月中には出なさそうですよね。なんだかんだでもう発売するよーっていうね、話が任天堂ダイレクトであってから半年以上経ってるよな。軽く半年以上経ってますからね。まあ、そろそろね、発売日決定したりとかしてもおかしくないんですけど、まあ、おそらくね、僕のここから勝手な予想になるんですけど、去年の任天堂ダイレクトで、まあ、スマブラとか他のゲームで疲れた、遊んで疲れた後に村で癒されてみたいなことをね、たぬきちがね、言ってたと思うんですけど、まあ、その文面から、まあ、読み取るに、
多分ね、他のゲームと連動性があるんじゃないかなと思うんですよね。他のゲームとの連動性とかポケモリとの連動性かな。でまあそのゲーム自体はねもうできてるんだけど、他のゲームとの兼ね合いとかがまだうまいこと言っていなくて、で結果として発売日がまだわからないので、まあ、情報が出てないんじゃないかなと思ってます。おそらくねもうゲームの外観とか内容についてはもうね出来上がってるんじゃないかなと思う。まあ、時期的にもね、そもそも今の時期にゲームの内容自体ができてないと納期に間に合わねえからなね、単純にそこの問題なんだけど、まあそういったところもあって、まあ、ゲーム自体はできているけど、まあ、他のゲームとどう連動していくのかとか、逆にその他のゲームでその使うキャラ、使っているキャラを、まあ、動物の森の世界に連れてくることができるとか、まあ、そういったね何かがあるんじゃないかなとね思ってるんですよね。だけどここまで情報が全く出ないとなると、もうそうとしか考えられねえんだよなぶっちゃけ。はい、日を進めて翌日になりましたと。でまあリセットさんがここで出てくるとね、懐かしいな、まあ、初代の動物の森以来かな。いやいや前回もセーブちゃんとできてますよ、当たり前じゃねえか、まあ、わざわざね Z 監視センター作ったんだから。だけどねリセット監視センター作った方がデメリット大きいんかな、どうなんでしょう。まあ聞いた話によると、まあ、リセット監視センターの中に入り込めるっていうのがメリットらしいんですけど、逆にデメリットとしてはリセットするとこうやってねリセットさんが出てきてうるさい説教を食らわしてくるみたいなんで、まあ今日はね説教ではなかったんですけど、まあ、とにかくその話が長いのでめんどくさいみたいです。個人的にはね別にリセットさん嫌いじゃないんだけどねむしろ面白いみたいな。てか今作ってラケットさんって出てくるんかな、どうなんでしょうか。まあ実はリセットさんって一人だけじゃなくて兄弟の設定なんかなあれ。まあラケットさんっていうのもたまに出てきたんですよね昔は。そうリセットしまくるとリセットさんが出てくるんだけど、でちょこっとたまにねちょいキャラみたいな感じでラケットさんっていうのが出てきて、でなんかね可愛かったうん、とにかく可愛かった気がする。はい。まあそういったところでね、続きをやっていきたいと思います。よーし、ズエ、来たぞ。わざわざリセット監視センターがこの村にないということで。まあリセットさんもね、絶滅危惧種に指定されているので、あいつも。やっぱ保護する必要があるんですよね。だから、僕がね、36万8000ベルっていうね大金を使ってわざわざ作りましたよ。もうありがたく思ってくれよマジで。村長一人しか寄付してないからな、あれ公共事業イコール村長のポケットマネーみたいな感じになってますからね。もう住民さマジでニートだしな、もう金払う気ないもん。だからたまにさ公共事業でやる気出したかと思ったらもう300ベルぐらいしか寄付してないから、こんなん300ベルとかさ日が暮れるぜみたいな公共事業出来上がるまでまあ仕方ないのでね、まあ僕がねお金を出して村をね発展させていきたいと思います。はい、まあ続いてね釣り場所をかけていこうかな。そうこの村ねまだここにしか釣り橋がねないので、まあ、2本目をかけていきたいと思うんですけど、まあ2本目はねどうしようかな、どこにかけよう。まあ個人的には右でいいんじゃないかなと思ってるんだけど、よしよし来たぜ来たぜ、さあここに橋をかけましょうか。まあちょうどね右に花畑が広がっていて、さらに住民がね4人ぐらいね住んでるんですよね。だからまあここに橋をかけるんはいいんじゃないかなと思います。まあ、左の方でも良かったんだけど、やっぱりね右の方かな。まあ右の方はね広場にしているので、まあ後々ねまたいろいろと公共事業とか主要な施設とかを建てる可能性があるので、まあ、将来性も見越して、まあ、ここに橋を架けていきたいと思います。てなわけで今日はねキリがいいのでここら辺で終わりたいと思います。まだチャンネル登録をしてない方がおられましたら、ぜひね、ポチッとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。